地上絵の全体がわかる衛星画像。広大な大地に無数の直線が描かれていることがわかる。なお動植物を描いた絵はこの写真では小さすぎて確認できない。北にある川の対岸にはパルパの地上絵のエリアがあり、ここにも無数の地上絵がある。ナスカの地上絵はペルーのナスカ川とインヘニオ川に囲まれた。 平坦な砂漠の地表面に砂利の色分けによって描かれた幾何学図形や動植物の絵の総称であり古代ナスカ文明の遺産であるナスカの図形群が描かれているエリアは中央3 0トルもある非常に広大な面積があり全体に千数百点もの膨大な数の巨大な図形が描かれているあまりにも巨大な絵が多く空からでないと ほとんどの地上絵の全体像の把握が難しい。なぜこのような巨大な地上絵を描いたのかということが大きな謎の一つとなっている。また、ナスカの地上絵のエリアから川を挟んですぐ南には河内の階段ピラミッド群があり、その関係性は深いと予想されている。パルパの地上絵ナスカの地上絵のエリアのすぐ北には川を挟んでパルパの地上絵と呼ばれる同じぐらい。 広大な山岳地帯の地上絵のエリアがあり、ナスカの地上絵の千年前パラカス文化の時代に描かれたとされる数多くの幾何学図形と地上絵が描かれているが、観光地化されていないので、一般にはあまり知られていない。ナスカの地上絵は、1939年6月22日考古学者のポール・コソック博士が上空を飛行した時に発見された。 その後ドイツの数学者、マリア・ライヒエが終生この地に住み着き、彼女を中心として、地上絵の解明作業と保護が行われるようになった。近年でも新たな地上絵が発見されており、2011年1月18日、山形大学は、人文学部、坂井正人教授らのグループが、ペルー南部のナスカ大地で新たな地上絵二つを、発見したと発表した。 新たな地上絵二つは、ナスカ川の北岸付近で見つかった。人間の頭部と見られる絵は横約4.2メートル、縦約3.1メートルで、両目、口、右耳の形が確認されている。動物と見られる絵は、横約2.7メートル、縦約6.9メートル。種類は特定できていない。山形大学は2012年10月30日に、ナスカ市に、 ナスカ研究所を解消した。2013年に入って同大は、さらに2つ並んだ人物と見られる地上絵を発見し、さらに2015年には24点もの地上絵が新たに発見されたと発表した。また2019年には143点もの地上絵が新たに発見されたと発表した。近年、自動車の侵入による破壊が著しく消滅の危機にある。 具体的な人為的破壊の例としては、グリーンピースのパフォーマンスによるものが知られている。地上へのあるエリアは保護のため許可なしには、立ち入れず、立ち入りの際には専用の靴を履くこととなっているが、それが守られなかった。また、いたずらによるものと思われる、地上へも、複数発見されている。有名なコンドルのエナスカの地上への中では、動物や昆虫等の絵が、 特に有名であるが、それは、地上絵全体からすればごくごく一部の比較的小型の絵であり、地上絵の大部分は、地平線まで続く、無数の正確な直線を含む、動物の絵とは、比較にならないほど巨大で膨大な数の、幾何学図形である。特に滑走路のように見える細長い台形、もしくは三角形のモチーフは、エリア全体にわたって、無数に描かれている。 主な動物を描いた地上絵の規模としては、長さ46メートルの雲、96メートルのハチドリ、55メートルの猿、65メートルのクジラ、180メートルのイグアナ、135メートルのコンドルが挙げられる。動物の絵で最大のものは、ペリーカンカサギ、もしくはフラミンゴを描いたと推測される285メートルの鳥類の絵である。花や木々、 ソーシングや織物のような日常生活の道具を描いたものや宇宙飛行士などと呼ばれているもの、片手が四本指の手など不可思議な図柄もある。地上絵の大部分はこのような数学的な幾何学図形であり、エリア全体に無数に描かれている。それらは一般的に広く知られている動物の絵とは比較にならないほど巨大で1 0トルを超える非常に、 正確な直線も数多く描かれている。右上の白い車と比べると、その巨大さがわかるだろう。これらの絵は、それぞれが、大型旅客機に匹敵する大きさがあるが、地上への大部分を占めている、無数の数学的な幾何学模様のラインをすべて、加えると、ナスカの地上への総延長は1 3 0 0トル以上にも、及ぶ、はるかに巨大なものである。 ナスカの地上へが立地する場所は、ペルー、南海岸地方の北から南へ走る丘陵と、東方のアンデス山脈のふもととの間にある、パンパコロラダ、パンパインヘニオと呼ばれる細長い盆地である。長い年月の間に、西方や東方の比較的高い場所からの水の流れが、浸食した土砂を盆地に運び続けた。このような土砂は細かくて、明るい色。 紅白色をしている。この土の上に、時々大洪水によって、多量の石を含んだ土砂が運ばれる。細かい土は、灰によって吹き飛ばされ、比較的大粒の粒手や岩石が残される。岩石は早朝は炉に濡れるが、日中は焼けつくような砂漠の太陽に照らされることを、繰り返すうちに、表層の岩石はやがて酸化して、暗石活色になる。岩石が、 日中の太陽で熱を持つので、その熱の放射で地表に対して暖かい空気層を作り出し、灰による表面の侵食を防ぎ、雨もほとんど降らない、気候環境から雨による侵食もほとんどない状況を作り出した。ナスカの地上絵は、このような盆地の暗赤かつ色の岩を特定の場所だけ、幅1メートルから2メートル、深さ20から30センチメートル程度取り除き、 真相の参加していない明るい色の岩石を露出させることによって描かれている。規模によってはもっと広く深い線で構成されている。地上への線は最初に線の中心から外側へ暗石かつ色の岩、砂、砂利を積み上げる。それから線の中心部分に少し残った暗石滑色の砂や砂利も取り除いて明瞭になるようにしたと推定される。 地上絵の航空写真ナスカの地上絵が描かれた年代は今からおよそ2000年前、パルパの地上絵はさらに古く今から3000年ほど前に描かれたものと言われている。地上絵には猿、山、シャチ、魚、爬虫類、海鳥類が描かれナスカ式時の文様との類似点が指摘されてきた。1953年、コロンビア大学のストロングは パンパコロラダに描かれた直線のうち、途中に打ち込まれた木の棒で終わっているものがあるのに気づいた。こうした棒のうち一本を C14 棒で年代測定を行ったところ、西暦525年頃、誤差前後80年程度と判明した。また、1970年代の初め、G.S. ホーキンズはパンパコロラダでたくさんの土器の破片を採集し、 ハーバード大学のゴードン・アール・ウィリーとカリフォルニア大学バークレー校のジョン・イイチローに鑑定を依頼したところ、そのうち85%がナスカ様式の土器だと判明した。残りの土器はそれ以後の時代、10から14世紀のものだった。同じ頃、ペルー文化庁のラビーネスもタンパコロラダの周辺の遺跡から土器片を収集して観察した結果、すべてナスカ様式だった。 これは、地上絵の近隣の遺跡は、地上絵を描くための一時的なローム者集団の野営地とも考えられている。これらの結果から、時期的には、先行するパラカス文化の終わる、紀元前200年頃から西暦800年頃のナスカ文化の時代に描かれたものだと、ほぼ確定されている。地上絵の線については、マリア・ライヒエが、 月と同時に太陽が日没する方向に一致するものがあることを明らかにした。さらにマリア・ライヒエは平行でない一連の直線は数世紀にわたる月と同時に日没する方向を示していると考えている。また、ホーキングも線の方向についてコンピューター分析を行ったところ、一年の太陽と月の運行の方向に合うものが偶然と考えられる。 場合の2倍に達するという結果を得ている。このことから、ナスカの地上絵には、歴学的性質があることがわかる。乾燥した南海岸地域の人々にとって、下と当時は、雨季と乾季の始まりであり、当然農業を行う時期や、祭儀などに深く関連することが推察できる。しかし、数百本という線から構成される。 地上へで天体の運行と一致するものはあまりにも少ない。歴法関連説では、その一致しない地上への説明は全くつかないため、現在この説を単体で支持する学者は多くない。イリノイ大学のザウデマのインカ社会についての研究に、次のような事例がある。インカの取得スコからは、あらゆる方向に仮想直線が伸びていて、その位置は、 一連の神殿によって示されていた。そして一年中毎日、クスコの住民のうちそれぞれ違う一族がそれぞれ違う神殿を礼拝した。クスコの谷の広場には一年の儀式カレンダーが精密に記され、農耕順序や社会的義務や軍事活動などに関する情報は、その都度クスコの人々に象徴的に伝えられた。また、インカの人々はクスコ ピューマと呼び、そこの住民たちを、ピューマの体内の構成員と呼んだ。谷間の地形によって多少歪んでいるものの、都市計画としては、クスコはピューマに似たプランで築かれている。割、帝国の研究で知られる、w、W.E. スベルは、ナスカの地上への機能について、この事例が参考になると考えている。また、ナスカの社会には、割やクスコのような中央集権的な食料、 管理制度と食料貯蔵施設がなく局所的、家族的なレベルで豊作時の食料を保管していたので、豊作時に人口が増え、不作時に死亡者が出やすい状況にあった。そのため、豊作だった場合の個人貯蔵分について大規模な労働力を投入する必要のある儀式活動に注意を向けさせ、祭祀施設の建設イコール地上へを 描く活動に従事する、ローム集団に食料を供給するために強制的に、取り立てるシステムができていて不作時に備えていた、と、イスベルは考えている。そして、一方で、暦に関する資料については、暦を特に天文学的観測と詳しく称号する、必要のある時には、キープによる方法は非実際的で、記録することは難しいと考えられる。このことから、 利用可能で最も永続する素材としても地表が選ばれたと考えている。イスベルのこの考え方は彼が因果や先行する割の研究から日本の律令時代の増用のような労働力を税として公共事業に提供する制度である三田制度の先駆と想定していると推測される。研究者たちは文字を持たない社会が どのように組織を動かすかという重要な情報を蓄えようとする試みが地上絵に反映されていると考えている。ナスカの地上絵が作られた理由については、ナスカの地上絵は一筆書きになっており、それが雨乞いのための学体の通り道になったというホスエランチョの説もある。ペルーの国宝の壺にもこの学体が描かれたものがある。また、 現在も続いている行事で、人々は雨乞いのために一列になって同じ道を練り歩く。この道筋として、ナスカの地上絵が作られた可能性がある。ナスカの東にあるボリビアの村では、今でも、学隊や人々が、ライン上を歩く儀式が行われていることが、人類学者であるヨハン・ラインハルトの調査で判明した。ナスカの地上絵の、 全直線ネットワークと描かれている半一上への線の上や周辺から隣国エクアドルでしか取れない貴重なスポンディルス街の破片が見つかっている。当時は雨乞いの儀式でこの回が使用されたことが他の遺跡研究からわかっている。そのためペルー人考古学者のジョニー・イスラも雨乞い説を取っている。様々な図形を大規模に描き上げた方法としては 十分な大きさの原画を描き上げた上で適当な中心点を取り、そこを起点にして放射状に原画の各点を掃除拡大する方法、拡大法が取られたという説が提唱されている。清掃圏などの超高高旅からでなければ見えないものもあるため、蒸気のような方法で本当にできるのかと指摘されたこともあるが、 地上への端にあった杭の存在や地上への縮小図の発見などを考えると拡大説が妥当と考えられている。九州産業大学工学部の菅美康彦淳教授はこの方法を参考に小学校の算数の総合学習として児童による画鋲2個と糸1本の実を使ったナスカの地上への再現をグラウンドや体育館で20回以上実践。 児童15名から160名により、いずれも開始後150分以内で再現に成功した。ナスカの地上絵を題材として、算数の単元、比例と測量技術とのつながりを体験的に学ぶ。この学習プログラムは、独立行政法人科学技術振興機構の地域、科学技術理解増進活動推進事業に採択されて、全国各地の小学校、 科学館等で実施され、基礎科学教育分野の優れた実践研究成果として、第5回小芝正都科学教育賞を受賞した。この研究成果により、日本の小学校程度の算数の知識があれば、地上絵の描画は十分可能であることが証明された。山形大学の坂井正人教授は、現代のナスカでも、地上絵が描かれていることを知り、 2008年の夏に現地調査を行った。2003年にこの地方に住む2人の女性が30分ほどかけて山の斜面に30メートル以上の大きさがあるキリスト教の聖母像を制作していた。絵を描く手法はこの地域で行われている畑に種をまく時の方法を応用したものであった。この地域では種まきをする際、 複数人が横一列に並び、同じ歩幅で一緒に前進する。計測用具は使用せず、目と歩幅で距離を測定する。女性たちは、これと似た方法で右と左に分かれ、歩幅を揃えて共同しながら、絵を描いたと堺に説明したという。堺は制作者に、狐の写真を渡し、20メートルほどの地上絵制作を移植したが、 二人は写真を見ただけで歩幅を割り出し、15分程度で絵を描いて見せた。片足で地面の表面を覆っている黒く酸化した石を蹴飛ばして取り除き、その下の岩石を露出させて大地に白い線を描くという手法を用いていた。この場合、線の幅は20センチメートルほどとなる。 ナスカキの動物の地上絵に関しても、後の調査で線の幅が20センチメートルほどであることが分かった。堺教授はこの話を参考に、2009年秋、山形県天道市立天道中部小学校でこの手法を用いて絵の制作を試みた。児童及び保護者により、校庭で制作が行われ、大型の地上絵を制作することができた。近年、 アメリカの資源探査衛星ランドサットが、南易14度45分成形75度15分、南位14.750度成形75.250度、-14.750-75.250 付近で撮影した画像に、全長 50km にも及ぶ巨大で正確な矢印を発見し、全長 50km にも及ぶ巨大な幾何学図形が、 発見と報告されたが、2009年の科学研究費、女性事業報告において、ALOS 画像報告とともに、送電線、道路と解説されている。つまりこの矢印は送電線と道路によってできた、現代の産物の誤認である。1994年12月17日、ユネスコの世界遺産に登録された。当初の登録名称は、 ナスカとフマナ平原の地上へ。2016年の第40回世界遺産委員会で現在の名称に変更された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。